皆さんこんにちは、ネコニラでございます。はい、なんでしょうこれは。ツイッターではね、まあ、見つけた時にツイートをさせてもらったんで、もうご存知の方もいるとは思いますけれども、ぐるぐる大帝国の八王子店で売ってたんですよ。で、ちょっとお会計の時にポップが剥がされちゃったんで、そのポップ付きの画像をどうぞ、ドン、こちら。あのね、まあ、1万円です。何枚入ってるかわかりません。レアプラスノーマルカードぎっしりボックスってことで、で、レアはおそらくこれは確定なんですよ。これは。だから、SPE ブッフォン、ペナジジと、BGK ノイヤーとコンバーンのアルベルティーニは確定。他に入ってるかどうかは不明です。不明なんですけど、ちょっとこれをね買っちゃいました。あのツイート載せた瞬間にね、あのまあレナさんがネコニラさんお願いしますとかね、これは買いですとか、いろんな方からこうご連絡いただきましたし、ちょっとあのヤマさんとかにもこれどうっていうね、リンネさんとかにも LINE を送ったら即買いでしょみたいなこと言われたんで、もう買いました。大人の力を使って。で、まあ僕個人としては絶対プラスになるわけないんですよ、こんなものが。絶対プラスになるわけないんですけど、みんな気になるでしょ中身。僕があんなツイートしちゃったし気になると思うんですよ。なんで買ってきましたよ、もうほんと代表してね、人柱。もうね、動画配信者は人柱。 OK。 うわー、なんじゃこれは。待って、これはちょっと一苦労だな、全部見んの。どうするこれ、やばくない？1時間2時間かかんじゃないのこれ。まずレアはどこに入ってんのよ。まずレアはちょっと端っこからもうちゃっちゃか見ていきましょう。端っこから何これ、やば。もうこんなん絶対早送りやん。これ整理するのどんぐらいかかるんだろう、マジで。ちょっと良さげなのがあった瞬間止めていきます。ネスタいきなりええやん、なんじゃい。ミリト。あ、これもなんか良さげだな。ま、なんかワンチャンピーとか入ってないかな。ワンチャンピー入ったらもうそれで1000円ですからね。これはやばくないか、この量入りすぎだろ。ルイス・ガルシア、おい、いいですね、これも。マキシロドリーです。ちょ、良さげのだけ、本当にもう、これはちゃっちゃいかないと。うわ、良さげなのが入ってる。良さげなのがちょいちょい入っている。おーおーおー、うん。まあ、目標はね、目標というかね、あのね、まあ、なんだろう、あれが欲しいですね。カフ、0102のカフ。これで、ね、ヤマさんがね、見事20円だか10円だかでゲットしましたけど、これはやばくないか、さすがに。この量整理するのにどんぐらい時間かかるんだろう。何、まあいいか、何が新しいし。レアは一体どこに紛れ込んでんだろう、それが気になるわ。当てたようね、いい。まあこの辺はまあこの辺はまあ、パクソン何枚入ってんだよこのシセとパクソンは。おお、いいですね、銀が。まあ、あ、いいですね、これ。なかなか。ルイス・ガルシアってこっちの方が数値高いのか、こっちより。あ、へぇ、そうなんだ。リバプール縛りするならぜひ入れたい。1枚ですけど。シャビアロンソの86の方。まあ、もう、あからさまな有料はでも入ってないと思うんですよ。あの、ぐるぐる大帝国の八王子店も、有料は、避けてやって、普通にあのシングルカードで売ってるんで、有料白くんは。ラビッツとかね。その辺は普通に販売しているんで、まあその辺の超有料どころっていうのはおそらく入ってないと思うんですよ。この棒じゃないな、これは。やばいですね、とんでもボックスですね、これは。ほんと1万円元取れるのかどうかですね。まあ取れるわけないっていうか、期待はしてないですけど、まあ、こういうのを拾っていくのも僕の仕事でしょうということで、うん、まあそんなもんですね。ちょっとどんどんいきましょうね。レアはどこに入ってんの、それで。レアが入っている予感がないんだけど。
これは全部見るの相当時間かかりますね。まあでも楽しいですよね、こういう時間が。最近なんかトレッカさんの、紙箱もそうですけど、こういう動画が多すぎる気がしますけど。本当にレアは入ってないんだな、しかし。おお、いいですね。この辺はまあ安いけど良さげなカードは結構入ってますね。デコの91とかね。あ、まあ、デコパン。お、これ付録じゃないですか。おお、またいた。このダービットはでも高くないだろうな。この0102と0203の時のカードの素材って素晴らしいですよね。こういくら古くなってもツルツルというか、素材が劣化しない素材っていうか、すごいと思いませんか、古いカードって。戻してほしい素材を。お金かかるのかな、戻すと。ちょっと待ってくださいね。よし。いやでもこれはちょっと有料はないだろうな。これ PK セービングですね。 PK セービングセーバー。おう、これロングパス重視のダニーロ、なかなか使いやすいですよ。オリカルドリベイラスーパーサブ持ってますね。うん、なかなかいいタンダーバード。うん、レアはどこに入ってんの。レアはレアが入ってる気がしないんだけど、ちょっと入ってなかったらどうしよう。もうレシート持ってって入ってないんですけどって言うしかないですよね。シメオネ、うん、まあ僕は好きですよね、取れすぎ。まあ悪くないですけどね。ごめん、あ、ファンペルシー、まあこれはそんな高くないけど、うん、いいですね、もなかなか、うん、まあ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 こんなもんでしょう、きっとね。大体こんなもんですよ。有料入ってるかもみたいなクエスチョンマークが書いてありましたけど、まあでもそんなね、とてつもない有料っていうのは入ってないでしょう。まあこの辺はまあ悪くないか、悪くないけど、まあ高くないもんな、きっと。このマルセロも高くないし、アドリアーノ、うん、サンパード、もうまあまあまあ悪くないですよね、これも。うん、ちょ、 P はね、あ、今度ねちょっと気合で全部裏面も見ようと思います。今見ちゃうとちょっと綺麗な感じだから。うん、うん、銀河は結構入ってますね。なんか落ちたな。今のところはちょっとパッとしないっていうか、まあこんなもんかな。そんなカードの期待はしてないですけど。このレアはどこに入ってるの一体、このレアカードたちは。この裏にあるわけじゃないし、これは有料出てきましたね。はい、このパトは有料、間違いなく2、300円するでしょう。うん、このアルベロはもう悪くないけど。うん、ビエビトルド、うん、0102のトルドがいいっていう話ですよね。どうも、なんか見逃してるカードがあったらコメントで教えてください。
レアはどこに入ってんの？レアはよくわかんねえな。うん、アンディ、うん、うん、コンダービッツはよく入ってんな。こっちから行きましょうか。すげえな、しかし量が。なかなかないですね。ほんとたまにポロッとあるぐらい。うん、なかなかない。おお、まあまあこれはまあでも新しいからな。まだジンガもいっぱい出てくるな。うん、レコパの91、いいですね。うん、レアはどこに入ってるの？これもね、微妙ですよね。まあまあまあ、うん、やっぱ0405じゃないとダメかなっていう気はする。エヴァンス、エヴァンスはもう付録のやつがあるからな。チタリート、うん、おいいですね、スールシャール。お、有料有料いたおいいですね、有料。うん、急にマンチェスターで急に有料がポコポコ出てきました。うん、これもまあまあ悪くないけど。うん、エブラもね、エブラも悪くないですね。このフレッチャーじゃないんだな。まあ、ベルバトフも悪くない。お、出た、これ、これ高いですね、割と。おお、おお、急に急に来ましたね、いろいろ。これがゴール前の30種でプレスディフェンスですね。はい、うん、ジョンビ・ミケルも悪くない。エッセン、うん、エッセン88。うん、負けで、でもね、マイパニアさんがいいかな、いつか。うん、キャリスケ、うん。おう、来ましたね、シルベットで。キセ、うん、キセはまあそんな感じ。おお、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 来てるね、急に。急に固まってますね、有料っぽいところが。急に固まってられる。まあでも楽しいですね、こうやって開けてるのは。うん、うん、リバイオ、うん、ランブロッサ。まあ数値はいい。あっ、出た、これこれこれ、これがちょっと皆さん覚えておいてください。これがありえますよ、コンバコンバ、これがありえます、本当に覚えておいてください。うわ、これがね、一瞬カフーに見えるんですよ、エメルソンがね。一瞬カフーに見える、カナバロ。うん。まぁ、あ、ちょっと鉄壁でも入ってたら嬉しいなっていう気はしてたんですけど、やっぱ入ってないですね。シュンさん、シュンさんいますね。うん、13、14はね、基本的にはまあ飛ばします。12、13のねレア KP モストが来たらまあいいじゃない。なんかもっともっともっと来い、もっと来い。まあまあ悪くないと思います、今のところ。僕の楽観的な意見ですけど、ちょっと待って、レアはどこに入っちゃう。レアはレアがね、見当たらないんですよ。あれ、
これこれ、これは悪くないですね。お、まあもう一個の方が良かったんですね、確か16の方が。お、フラミに打ちましたね。ルイス・ガルシアも悪くないんですよね。13、14飛ばしましょう。まあ、ベナーリオあたりは入っててもいいかなっていう気はしますけど、入ってなさそうですね、この感じ見ると。うん、うん、ケイタ、アヤプーいいですね。ゾッコ、もうちょい追加になるかな。ムンタリ、エムラ、ジョビンコ、うん、フレッチャー。おう、エインセ、素晴らしい、エインセ。よいしょ、うん、ちょっとまあ割とポロ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 有料と言える有料はまあ、出てきてる気がするかなっていう気がしますね。もうとんでもない有料は出てこないですね、やっぱりね。とてつもない有料は。これ入ってんのっていうのはやっぱなかなか入ってないですね。まあ、商売ですからね、向こうも。うん、ギグスの後ろ。まあ、付録があるからな、ギグスは。うん、アドリアンの後ろもまあ悪くないですけど。うん、まあこっちじゃないですよね。0102だったらかなり熱い熱い数ですけど、おフラミに、うん、ネアツーでシルベットです。うん、タクシーション、うん、ロイキーもね、これは唯一のロイキーのカードなんで、まあ悪くないです。そんなに高くないんですよね。でもこの間調べて分かったんですけど、ロイキーの知らないのかな、今の若い子は。うん、おー、いいですね、ピレス。これあのコンビ KP ですよね。おー、フレブの白、これはちょっと個人的にこっちを置きます。おー、レーマンの白、まあまあまあ、うん、フラミに、うん、冗談ラストですね、これで。ワンチャン P ないのかな、ワンチャンないの、あったらすごいですね。ないか、さすがにないか。どっから痛いんだ、これ。ここから痛いんだ。レアはどこに入ってんの、レアは。え、入ってんの、うん。うん、おの、いいですね、にっこり。うん、このティラム悪くないですね。まあでもこういうオーバーラップなんだな。あとこれがね、トレセゲ、これね、スーパーサブ持ちです、このトレセゲ。はい、うわ、これはいいんじゃないですか、このメドメドは。ねえ、これこれはいい。そんな安くなかったはず。セイドルフ。カフーないか。カフーないか。カナバロ。いや、この古いカードはね、ほんと嬉しいです。
うん、ビエラが2枚も入ってる。ビエラってどのバージョンが一番いいんだ？これがいいのかな？ベルカンプ。うん、ダービッツね。ヘメルソン。うん、まあ、このマルディーニとネスタ、うん、ピッチのカリスマ、うん、これも悪くないですね。インザーキ、リバウド。うん、シルベス。これいい方、いい方のシルベス。うん、エンゼ。うん。うん、おマルキリオ。これに300円しますね。うん、なんかとてつもない、とてつもないのはないな。まあでもまあちょこちょこ良さげなのは入ってるんで、そんなに損してないんじゃないかっていう気にはなってきましたね。まあ、いるかやばいかで言ったら別としてですよ。僕が持ってるカードなんかやっぱいっぱいあるんで。まあ、0102のカフ。もう0102のトルドが出てきたから、0102のカフ来てくれたらちょっと嬉しいですね。お、マルキジョ。2、300円するよ、マルキジョはまだ。もうイベント流行ってるから、今。これまた有料白黒オリパ作れるな、これ。うん。なかなかでもあれですね。やっぱ、シングルカードもちゃんと売ってるお店ってだけあって、しっかり弾かれてる。本当に有名な有料は弾かれてますね。やっぱり。12、13もやっぱ9人しか出てこない。うん、ルケ。まあ、まあ悪くないですよね、レジェスも。昔はね、有料で名を馳せてましたけど、レジェスは。今はやっぱそうでもないのかな。うん。うん、うん、これも悪くないですね、ハッシュタイム。能力もね、能力も悪くないんですよ、これ。はい。まあ、そんなに高くないかなっていう。0102が欲しいけど、0203が多いですね。うん、やっぱ0203が多い。うん。レアは？レアが見当たらないよ。え？どこに入ってんのよ、レアは。お、急に12、13がすごい。でも本当にあれですね、キラ1枚も入ってないですね。まあ覚悟は知ったけど。あ、出た付録。まあ高くないだろうけど。うん、下段です、ついに。待って、マジでレア。あれ光物はどこなの。光物は、まあ、一回最後まで開けてみましょう。じゃ見てみましょう。あ、どういうことだ。
まあ0506じゃないんで、0102が欲しい、花粉。うん、悪くないですね、ダニーロ。うん、リカルド・オリベイラ。うん、これ悪くないですね。まあ高くないけど。うん、うん、うん、うん。うん、出た。出ました。出たー。エスミューソン。お、これ欲しい人いるんじゃない？浦和サポーターの人。懐かしいな。あ、これはなかなか高いんじゃないですか。うん、オッケー。あ、うん、まあ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 。うん、うん、うん、エメルソン。まあ、悪くないですよね。こんなに高くないかな。うん、うん。まあ、ゴールが近づいてきましたね。おう。おう、出ました。出ましたね。あ、これ、これいいですよ。スーパーサブ持ち。ビザの、あれです。いいスーパーサブ持ちかな。このエルシャーもまあ悪くないですけどね。うん。お、ええー、出た、嘘でしょ。いるかな、いないよなって思ったらいた。これは、これは嬉しいですね。これは嬉しい。うわー、マジで？そんなことあんだ。他にも多分見逃してんだろうね、エクストラとか。きっと。多分見逃してますよね。カカはさすがに見逃さなかったけど。いたね、白カカ。絶対ミスやん、これ。白カカ入れるんだったら絶対表面に写真貼ってるはずだもん。すげえ、白カカで全然話変わった。おお、すごい。うん、グジョンセンも悪くないけど、バルサの方がいいかな。うん、何でこれ悪くないっすよね。レアコンビ KP のやつ。白カカ入れていいの？これダメでしょ。絶対ミスだよね。絶対ミスだよ。マジで？だって2、3000円しますよね、白カカ。うん、プジョル。おお、出た。出ました、ロケパ。ロケパ、ジェラード、プジョル。これはいいですね。あれ、なかなかいいんじゃないの、これ。なかなかいい、なかなかいい買い物したんじゃないですか、これは。あとは0102カフーと0102ダービッチも入ってるよ、入ってる、入ってるもんなら、もう勝ちですよ。こっちも勝ち。うん、悪くないですね、シェフチェンコは。意外にもファルファンが入ってないですね。こういうあれにもファルファンは付き物だとかって思ってますけど、ドゥンビア。ワンチャン P とか入ってないかな。ちょっと P は後でもう一回見直すとして。うん、ブスケツ。おお、出た、トライアングル。PK。この辺欲しい人いるかなって思うんですよ。お、いいですね、このグジョン戦は。ジョーコールね。うん、エインセ。まあ、数値高いのがあるんで。あ、まあまあまあ。まあ悪くないけどって感じかな。ふんたり。おおおおおすごい。まあ、こっちのルーカス。まあ、これプレスディフェンスなんで、まあ悪くない。東京に入れようかな。ドルスケなんでこれスニーカーかぶってんだ。
なんか蓋を開けてみたら悪くない有料がたくさんぶち込まれてましたね。あと塩ベッカムで割ったら完璧なんだけどな。そんな甘くないか。塩ベッカムでもぶち込まれてたらまあ悪くないですけど、そんなに世の中甘くないよね。あと黒ベッカムとかさ、黒ロベカとかさ、この辺入ってたら嬉しいな。エクストラ系絶対見逃してるな俺。絶対見逃してるんでコメントで教えてください。もし見逃していたら、ちょっと高速でねカード見てるんで。これいいんじゃないですか、この航空。ちょっと調べてみよう。これちょっと僕のアンテナが今ピコンってなりました。まあでも航空はキラーも高くないから、そんな高くないか。うん、ちょっとあの表に貼られてる例が見当たらないんですけど、これどういうことでしょう。まあこのプジョルはそうでもないかな。デコ、これも悪くないですよね。おー、いいですね、ペジョール。すごいペジョール。いいです。あ、ゼラー出てきた。あ、違うか。いやー、0102ダービットですよね、あとは。まあ、この辺はもういいでしょ。あ、これ、ワイパーディフェンスじゃないですか。はい。これも見逃してんな、多分俺。何枚かあったか、可能性あるな。もうアデバイオール、14、15多いのチタリープが入ったらもう最高なんですよね。さすがに出たけど、さすがに出たけど言ってきた。それは舐めてる、それは。うん、これがちょっと今まで弾いたやつ結構あるよ。うん、ルケ、うーん、まあ悪くないですけどね。ベッカム来い、ベッカム来い、白ベッカム来い。白ベッカム来たのやばいな、発狂ですね。うん、まあ悪くないですね。うーん、まあこっちじゃなくてクロス重視持ちのやつがいいですね。オノフロク、うん、パト、うん、まあ僕は嫌いじゃないです、ファンボメル。うん、まあケイタ、まあ悪くないけどな、ね、ブスケツ、うん、これいいですね。よくないですか、スーツ。昔のカード86で白、すごくないですか。まあ、使ってみるとそうでもないっていうパターンが多いかもしれないですけど。意外にもファルファンがないな、87の方の。うん。おぉ。え、いいんじゃない、あ、イグワイン。こっちじゃないんだよな。お、なかった。91の方、あ、こっちのイグワインのが僕はね、おすすめです。うん、前田、嬉しい。うん、このキラーじゃなくて0102だったらいいですね。あ、これおすすめですよ。プレスディフェンス持ち。スーパーサブ持ち。いいですね、メドメド。素晴らしい。高いんじゃない？これはね、安くないと思う。すげえ綺麗だし。うん、ゴールが見えてきましたね。
うん、ダブルバーン初めてだな。もっと出てきてもいいなと思ったんですよ。うわ、ゼロ出てきそう、ゼロ出てきそう、出てこないか、惜しいな、出てくる流れだったんだけどな。ちょっと待って、レアが入ってない、レアが入ってないぞ、どういうことだ。うん、うん、入ってるね、ラブ。ラブが入ってます、たくさん。お、あ、違うか、びっくりした。うん、ピヨン、あ、ビジャン、これスーパーサン持ちです。お、支配の料理に揃うか、揃うんだったら揃わないな、アルバラック、アルバラックだな。あの、うん、こんなもんですねって。ちょっと待てちょっと待て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 、ちょっと入ってないよね。え、これ裏面に貼っついてとかじゃないよね。ちょっと待って、話が違うぞこれは。え、これはおかしいよ。ちょっと電話してみましょう、今今ちょっと電話してみましょう。あ、すみません、ちょっとお尋ねしたいんですけれども、本日のですね、お昼の13時34分に、はい、はい、13時34分に、34分ですね、はい、にですね、2階の、カード、WCCF というサッカーゲームのカードの、1万800円、税込み1万800円の、ナイキの靴の箱に入ったですね、ボックスを買って、そうです、そうです、そうです。で、その中に、表面にこう貼っ付けられていたですね、はい、はい、それの表面に、いや、3枚とも入ってなかったんですよね。はい、はい。で、まあ、ノーマルカードがたくさん入っていて、その中にはすごいいいカードもたくさん入ってたので満足はしてるんですけど、この表面に貼ってあるカラーの写真のカードっていうのは、もともと一緒に付属されるものなんですよね。あ、そうなんですね。それいただいてないんですけど、どうしたらいいでしょう。あ、そうなんですか。はい。いや、そうですよね。はい、そうですよね。ごめんなさい。僕も今ちょっと帰ってきて開けたので、はい。なので、じゃあ、あ、はい。ちょっと明日は難しいので、水曜日、はい、はい、そうですね、はい、はい、のお昼ぐらいにまた取りに行かせていただきます。はい、1時過ぎぐらいに、はい、はい、いや、とんでもないです。あ、はい、お名前と申します。はい、一応レシートも持っていきます。はい、いや、とんでもないです、とんでもないです。いやいやいや、はい、大丈夫です、よろしくお願いします。はい、はい、ありがとうございます。はい、失礼します。ということでですね、レジで渡されるはずだったんですけど、渡されなかったということで、ま、後日、こちらは一人に行きます。その時にね、またちゃんと一人で行きましたっていう形で、はい、ご報告させていただきたいと思います。まあ、これちょっと、一回整理しよう。じゃあ、有料どころの白から、ちょっと一回、まあ、こんな、これぐらいじゃないですかね。見逃してるのがあったら教えてください。白のアグエロ。これより能力高いやつってあったっけ？ありましたっけ？ちょっと覚えてないんで。キケ。白キケで、エインセ。これはね、多分、2、300円するんじゃないですかね、きっと。はい。で、来てね。で、ルーカス、これも2、300円すると思います。パクチソン。で、エインセンの万有の方。これも2、300円するんじゃないかね、パートね。で、プジョンちょっと一緒に持ってって、まあ、ストックは安いかな。ムンペイもそんな高くないと思う。サンテリシもそんな高くない。まあ、パート。で、フラミニのミラーで、シルベストル。こっちじゃない方が、多分、高いのかな、確か。これもそんな高くない。これもそんな高くない。うん、またシルベストル。で、アヤトゥーで、で、フラミニ。で、またエインセンの白。うんたり。で、アヤトゥーで、ケイタ、ピケ。で、セッチェンコの白で、フラミニ、シルベストル3枚目、ボージャン。これ一番いいボージャンですよね。で、コロツーで、これもそんな高く安くないんじゃないかな。で、フラミニ。で、こっちほら、このシルベストルが高いでしょ、確か。ね、これ高いと思いますよ。で、インセの前にやつもて、マルキジを2枚。メネラスもまあ逆サイドアタックで能力も悪くないんで、まあ、そんな高くないと思いますけど、シルベストル。で、ラブ。で、ジミーソンはまあまあまあちょっと入れさせていただきました。で、ダビド・ルイス。
サビオラってこれよ、なんといっても。これはやばいですよ。しかも状態いいし。これは悪くないですよね。で、オーウェン2枚。シェフチェンコの白。ブスケツ、ピケ、グジョンセン、ムンタリ、でラサラディアッダ、これもすごいでしょ。で、ルーカス、フェルナンド、これワイパーディフェンスね。エアケピ持ち、で、アデバイオール、パトン、パトンめっちゃんだ、ケイタ、ブスケツ、ペインセ、で、イグワイン、イグワイン。僕はね、こっちの能力低い方がおすすめです。ラブ、ラブ、ラブ。ここからほら、ミリート、ダドリアノの付録ね、チュラム、ネド、このネドベドが多分黒で一番能力高いやつじゃないかな。確か96。で、これ。これがね、いいって噂なんですよ。まあ、山さんの受け売りですけど、トルド。で、ビエラ、ビエラ2枚。で、ね、マルディーニ、ネスタ、はい。ラドリアの付録、ビザ、スーサブ持ちビザ、プジョル。で、ロケパテラート。まさかの。で、新規のトライアングルでプジョル、おのおの付録。あ、なんでこれ入ってんだ。で、ラドリアの付録、ネドベドの最高能力。で、ビザのスーパーサブ持ち、ダブル版の片割れとプジョルということで、すごくないですか、これ。なかなかアップはじゃないですか。まあ、なんだろう。一番は、この辺じゃない。ラサナ、シロカカ、ロケパテラード。はい。というわけで、まぁ、ちょっと後日またこれ、この3枚ね、キラーカード3枚、無事受け取れたら、報告しますということで。とりあえず、後日ね、またこの3枚受け取りに行ってきます。はい、というわけで、2日後ですけど、まぁ、ちょっとね、また探したら、この辺のね、ものもある程度出てきたんで、なかなか、まぁ、なかなかいいボックスだったなっていう気はするんですよ。はい。であとは何と言ってもやっぱりあれですね、レアルの2枚、まあ僕は両方とも持ってるんで、まあどうしようかなっていう形ではあるんですけど、どこ行った？あ、これか。もうこの2枚はやっぱすごいですね、素晴らしい。で、まあお電話をさせていただいた通り取ってきたんですよ、今日2日後ね、動画撮影から2日後なんですけど、撮ってきました。行ってきたんですけど、まあ店員さんもね、本当にたくさん謝ってくれました。見事、この3枚、はい、ゲットしてきました。まあ、ブッフォンはこれで3枚目、3枚目ですね。あと、ノイアーも2枚目。で、アルベルティーニは持ってない。はい。この3枚無事ゲットしました。で、なんとですね、500円券もくれました。お詫びということで。うん。まあ、総合的に見たら、なかなかいいボックスだったんじゃないかなと思いますと、1500円ぐらいの2000円ぐらい ?2000 円ぐらいの、これもまあ今は値段高いけど、これからどんどん下がるかなっていう気がしますよね。まあ1000円ぐらいとして、まあ3000、4500円。で、これがまあ500円として5000円でしょ？で、これがまあ2000円ぐらい？ 7000 円。まあまあまあ、そんな悪くないボックスかなっていう気はしますね。低く見積もってもっていう形でした。またね、発見次第、購入してみたいと思います。大量にね、白黒になっちゃったけど、またこういうのはまあプレゼント企画だったり、まあこれ探していますっていうツイート見たときはね、送らさせていただこうかなと思います。というわけでまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。